こんにちは、ギタリストの森田光洋です。ギターで覚える一口音楽理論のコーナー、今回はシャープとフラットについてやっていこうと思います。比較的サクッと覚えられる内容だと思いますので、最後まで見ていてください。それでは行ってみましょう。今回の目標はギターでシャープ、フラットのついた音を弾けるようになろうです。はい、3ステップでやっていきましょう。ステップ1、シャープとフラットの意味。ステップ2、なぜそれが必要なのか。ステップ3、ギターで弾いてみよう。まずステップ1、シャープとフラットの意味についてやっていきます。皆さん、ドレミファソラシドはご存知ですよね。ギターではそのドレミファソラシドが英語読みになるんでしたね。C、D、E、F、G、A、B、C。で、この音たち単体に記号がつくことがあります。その記号っていうのがシャープとフラットですね。例えば C にシャープがついて C シャープ、E にフラットがついて E フラットとかって表記されることがあります。ではこのように記号がついたときに、どんな音になるのか知っていきましょう。はい、ズバリシャープは半音上げ、フラットは半音下げです。ここで言う半音っていうのはギターで言うと1フレット分のことです。つまり半音上げっていうのは1フレット上げですね、半音下げっていうのは1フレット下げです。このシャープとフラット、たまに意味が逆で覚えてしまう人がいるので、その辺気をつけてください。その覚え方考えてみました。シャープは上がるです。はい、ステップ2はなぜそれが必要なのか。以前のレッスンでやった5弦6弦の音名、この図を見てみましょう。それぞれのフレット C、D、E、F、G、A、B っていう風に書かれてますけども、それ以外のところって名前ないのって感じですよね。なので穴開きになっているところ、例えば5弦の4フレットとかは C、 5弦の3フレットの C の半音上なので C に半音上の記号をつけて C シャープと言います。いやいや、 D の半音下だから半音下げの記号を使って D フラットじゃねえか。大正解です。実はこの場所って2つの名前を持っていて、時に使い分けられます。で、使い分けについてはまたいつかやろうと思います。今はそういうものだと思っておいてください。はい、ステップ3、ギターで弾いてみよう。では C シャープっていう音を弾いてみましょう。まず C を弾きましょう。5弦の3フレットですね。で、シャープなのでここの半音上、つまり1フレット上げのことなので5弦の4フレット、ここが C シャープの音になります。はい、もう一つ E フラット弾いてみましょう。まず E の音を弾きましょう。5弦の7フレットですね。で、フラットは半音下げの記号なので5弦の7フレットから5弦の6フレット、ここが E フラットの音になります。はい、これで5弦6弦の全てのフレットに名前を付けることができます。はい、いかがだったでしょうか。実際に自分で見つける練習をしないとなかなか覚えられないので、全フレットに名前を付けてみるみたいな練習をしてみてください。音楽理論を学んでいく上でわからなくなるところとか結構やってくると思うんですよね。そんな時は僕が運営しているオンラインスクール、コーヨールーツスタジオをご活用ください。コーヨールーツスタジオではいつでもどこでも何回でも質問していただけますし、演奏動画の添削もしております。一人一人に向けた動画でお返事させていただいてますので、つまずいた時のお力になれるんじゃないかなと思います。現在7日間の無料トライアル実施してますので、今のうちにお試ししてみませんか。あなたのご参加お待ちしております。この動画が役に立った、良かったよって方はぜひ高評価よろしくお願いします。このチャンネルでは、カントリーやブルースをはじめとするルーツミュージックを通してギターの楽しさを伝えていけれたらと思いますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。動画を最後までご覧いただきありがとうございます。この度僕のオンラインスクール紅葉ルーツスタジオをオープンすることになりました。森田紅葉からの直接指導と完全個別カリキュラムで1年でアドリブでソロが弾けるようになるオンラインスクールです。ブルースやカントリー、ファンクなどといったルーツミュージックを学び、あなただけのプレイスタイルを磨いてみませんか。紅葉ルーツスタジオには豊富なレッスンに加え、毎月2回のセミナーを実施しております。また動画添削による個別指導や同じ志を持った仲間たちとのコミュニティもございます。現在7日間の無料トライアル期間を実施中です。紅葉ルーツスタジオであなたをお待ちしております。